ゲッチ。おはようございます、サオチンです。2日目の朝になりました。1泊4000円ぐらいなんですけど、ベッドもう4人ぐらい寝れるベッドからのお風呂でございます。めっちゃ豪華。それではレッツゴー。朝ごはん60元240円ぐらいですね。いただきです。乗ります。台湾の移動はタクシーって言われてますからね。よいしょ、着きました。 GU ユニクロもありますね。カナヒーさんグッズ、セルチューさんとアサロー、サルチューさんとアサロー。101階あるデパートの一番下の1階かなのフードコートみたいなやつ。140元、これ、うん、お、それではいただきたいと思います。ちょっとね、食物繊維がね、圧倒的に取れてない。ああ、ここに来てビタミンと食物繊維。豚汁の肉なし、ガッツリじゃないですか。豚汁はもう思ったよりでかいっていう。はい、元気酒はこちら。おばらが空いた時にマクドナルド日本でも食べられるビッグマック、ダブルチーズパイ、ダブルチーズパイ。ちなみに日本と味変わりますか？ジャパニーズフード、変わらないね。全く変わらない。全然変わらないと思う。美味しい。うまっ。試食です。体に優しい味がする。薄味で。昨日の食より美味しい。何だろう。ルーローハン。これもさ、一人分じゃないよ、絶対。量が多いっすよね。ファミリー。気長えな。そうそうそう。なんで結論。まあね。はい、こちらがタスク選手のかき氷。やばくない？これ。かき氷なのか。これいくらだっけな。原宿にもあるけど、はいはいはい、こんな感じ。え？同じお店なの？同じじゃないと思うけど、こんな感じの。こんな感じの。230元。めちゃくちゃうまかったな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 そういうこと。え、これ101階に行くためには2,400円。1人600元なんで、うん、2,400円ぐらいですね。行ってみますか。行きましょうか。一生のうち、一生のうち1回だもんな。行くかわかんないしね。魚眼レンズじゃないけど魚眼レンズ見たくなってますね。君の名は怖い怖い怖い。わあ、晴れてたらこんな感じに映るんだろうね。いい流れじゃん。サトチンさんっぽい、これサトチンさんのチャンネルっぽいの、これすごい。はい、よこ。あと400円ガチャです。そうだね、行っちゃってください。あそこじゃないゲッチゲッチゲッチ。お、赤色。何が欲しい？当たりかな。何が欲しいですか？ちなみに一応これ4種の中1,2,3,4,5,6,7,8。お、ピリーン、かわいい。これだ。101のしかも塔じゃないですか。ありがとうございます。あの海にあるよね、こういうのですよね。シェイシェイ、世界最速なんだ。2015年まで世界記録になります。ありがとうございます。そんな記録なかった。4楼高度速度計時間気圧の変化はすごい。もう着いたの。今88階、89階、100階の高さ到着です。382メートル。ダメだ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 。うーわ、無理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 。なんで上がってきたの本当に伝わらないけれども俺には無理だ。ガラス張り。わーお、ふぅー、謎の球体。なんなんでしょう。あ、サスペンションがある。地震とかがあったらこれで多分
揺れをね抑えてくれるんだと思います。日本神奈川市の高さ296メートルのコンピューター制御の可動式ダンパー、地震波を記録することのできる上、揺れの3分の2を抑えられます。このゴールデンボールで、このゴールデンボールでということで、101台北の展望台でした。はい、見上げるとこんな感じでございます。ちょっとユニコーンガンダムのデストロイモード NTD みたいですね。あ、かかってマジで味噌まで。はい、夜ご飯マーゼンド、マーゼンド、おすすめはこれ食べますよ。これ食べます。肉？店主おすすめみたいな感じ書いてますね。うん。と、コカコーラジュース。じゃあ飲みましょう。なんでこれ？はいどうぞ。いただきます。2日目のディナーです。ディナーです。あ、匂い。匂いでも来る。これ何ですか？カレーですか？カレー。お、口に入れた瞬間ちょっとカレーの香りがする。あ、じゃあ。いや、でも全部食べたら明日の朝お尻に来るかも。来ると思う。今年は他の YouTuber と、はい、海外旅行行ったことあります。はい。あ、イーさん、なんか、イーさんからの情報、会話めっちゃ、めっちゃ面白い。ホテルが安いよ、とれて。あ、はい。あー。コートも来ました。あー。ホテル来た！お、お、ホテルだ！やったー！佐藤さん、本当に釣れました。超元気、ナンバーワン。おお、はい。これ食べる。あ、それ食べる。おはようございます。いや、まだ寝てないですよ、佐藤さん。まだ俺ら寝てないです。朝3時50分。眠いぜ、まさか。4時頃にジャージャー麺を食べるとは。ジャージャー麺。すいません、これ。飲み物飲み買ったな。酢、これ酢、酢勝手に入れられちゃった。絶食、うまっ。美味しい。うん、本当美味しいですよね。元気も一口目絶食。いいサンバイスですね、これね、はい、45億円100円くらいです。250円、80円くらい。はい、温泉あとこれ最高です。美味しいですね。うん、なんかもう裏側でもごちそうさまでした。それでは、お帰りです。2日目の夜が終わろうとしています。現在の時刻がですね、4時11分です。朝です。温泉からのジャージャー麺をいただきました。おはようございます、サドチンです。はい、最終日の、10時ぐらいになりました。行ってみましょう。眠い、行ってきます。レッツゴーレッツゴー、お願いします。はい、というわけで最終日のランチはここでーん。小籠包、イエーイ。メニューがこちらですね。森園小籠包、だいたい150元、140元、220元、カニ味噌入り小籠包、しいたけの蒸し餃子、牛肉の蒸し餃子150元、養生肉やろう160元、エビシューマイ200元。これ美味しそうですね。ネギ油もち、通称ネギもち。はいはい、ソース、ソースシャランパン、シャランパン、そう、カニ味噌、カニ味噌、カニ味噌と、こちらがシャランパン、ノーマン、そう、ショロンボです。ビュッて、もう一周が入ってます。熱いんで気をつけてください。ほいほい、はっはっ、うん、美味しそう。カニ味噌美味しい。うん、うん、これは肉巻き、うん、
のめちゃネギ、うん、どうぞ。ネギ餅感はあえて美味しい、より餃子に近い。うん、安い。うん、めっちゃでかい。うん、おいしい。めっちゃお腹いっぱい。みんなで、970元。3500円ぐらいです。で、おすすめはですね、エビシューマイ。すごく美味しかったんで、食べてみてはいかがでしょうか。一番エビシューマイが美味しかったです。カニ味噌小籠包もめっちゃ美味しかったです。はい、というわけで帰国します。ちょっとね、早い便があれば電車あったんですけど、8時40分のフライトということで、3時間フライトプラス時差プラス1時間ということで4時間かかるんですよね。なので12時過ぎに到着です。タクシーで帰るか、空港に泊まって始発を待つか、悩みどころですね。というわけでいかがだったでしょうか。羽田空港到着しました。現在がもう土曜日になって深夜の1時45分ですね。タクシーに乗って帰ろうかなと思います。うん、ただいまです。土曜日の AM2 時35分です。辛かったのでこのまま帰ってきました。タクシー高い、でも帰りたかったんで帰ってきました。いやー、感想はですね、台湾最高。台湾の旅行はね、もう一回普通に行きたいですね。もう早めにまた行きたい、それぐらい台湾はもう最高でした。日本よりもね、なんか最先端を行ってますね。設備もナンバープレートを読み込んで駐車料金を払うとか、すごいですよ。カメラで読み込んで自動改札みたいな。ね。すごいんですよ、台湾、うん。で、新日で、みんなフレンドリー。なんかみんなイライラしてない。社会が、世界が。そんな感じをしましたね。うん。タクシーのうんちゃんもすごい優しかったし、みんな良かったです。ぜひね、皆さん、台湾に旅行行ってみてはいかがでしょうか。いろいろね、いくらかかったかとか、どこに行ったのかとかはね、動画にしていきたいと思いますので、それでは最後までご視聴ありがとうございました。この動画楽しんでくれた方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。バイバイ。おいなり、おいなり。